田再建賞に来ました。名家の公園です。名家の神妙公園です。はい、じゃあ行ってみます。行きましょう。今度の前に、はい、なんか裏にあるのかな。あ、特にないね。特にですね。じゃあ行きましょう。今度はちょっと見えるといいんですが。特になんもないかな。うん。じゃあとりあえずどこ行きます？とりあえず、うん、また前行ったように行ってみますか。こっちでしたっけ？はい。こっち。そうそう。はいはい。じゃあ行ってみましょう。神社の方？はい。前よりは見えるかな。まあ、今日ライト3つなんでね。結構暗いライト3つなんですけど。はい、よし、じゃあ行きましょう。今のところこれしかないのでご了承ください。よし。前よりでも見えるよ。ああ、でも前より明るいね。うん、足元が見えるわ。足元は危なくないね。よし、よし、よし。おっとさ。結構いろいろ見えるように明るくしてね。うん、明るくね。明るいね。うん、そう、それが電気が映ってないと明るくないから。じゃあこっちで。はい。はい。ほら、明るいよね。そういえばその隣もね、なんかあるってね。稲荷さんがあるみたいよ。よし。どこ？これはシャランシャランこの絵でやったから、そうだね、今日やなきから。そうだね。お賽銭箱もないしね。お賽銭箱ないだね、珍しい、ね。そうない。じゃあこっち。こっちも行ってみる。はいはい。あったほら。ほら。ああ、稲荷さんが。待って。ああ、ほんと、お稲荷さんだね。稲荷さんだ。あ、でも、開いてないね。そうだね。うん、なんもないね。追いくぐったけど。うん。なんもないかな。そうだね、特にだね。特に。なんもないかな。はい。じゃあ、帰りましょう。OK。よし。なんかパパの顔の方が怖いんだけど、なんか青く映ってる。いつもね、持たされてるから。そうだね。やっぱ前歩く人の方をね、持った方がいいかなって思って。あ、ちょっとここ危ないね。滑るね。うん。なんか、うん、今日はなんか空気が澄んでる。そうだね。うん、前よりね。前は結構重かったんだけど。そうだね。うん、ちょっと待って。慣れたのかな。なんもないかな。なんもないかな。うん。私らが慣れてしまったの。あれ、俺今日携帯ってどうしたっけ？カバンの中あるよ。あ、とりあえず撮影する。撮る。ほら、またオレンジになるかもしれないから。ああ、そうなんだよね。じゃあ一回止めようか。はい、じゃあ一回止めます。はい。赤すぎる。じゃあ次はちょっと神社の方。はい。神社の方、こっち。はい。じゃあ、手にかかってない、うん、フラッシュとカメラがね、はい、レンズが、はい、撮ります、はい、赤い。本当だ。赤いね。まあ、なんで赤いんだろうね。なんででしょうね。あ、トイレも撮ろうか。トイレにフォーカス合うんだね。おー、物体だから。ああ、待って、はい、赤い、赤いです。待って、とりあえずじゃあ、ライトを照らして、明るいね、このライトね。明るい。そしたろうか。これもうん、おい、あ、ちょっと赤いわ。あ、赤いですね。そうですね。はい。ああ、めんどくさいな。何めんどくさいどういうこっちゃめんどくさい。また赤いのかよっていう。ああ、そういう意味だね。結局赤いんだみたいな。そうそう。相変わらず電気がやっぱりついてない。じゃあちょっと写真撮りに行きます。はい。とりあえずなんもないと思うけど、ここで1枚じゃあ写真をね。了解です。はいはい。はい、こんなもんです。この窓になんかよくあるっていうね、YouTuberさん見てるけど、お、綺麗。誰か掃除したのかな。ああ、じゃあ毎日掃除する人が、でもいるのかな。いや、女子トイレはちょっと入れないんで。入れないね。まあこの辺だけでも女子トイレがほらなんか誘惑付きっていうよね。うん、だからちょっとこう入れないから写真だけ。ね。はい。トイレはねちょっとね見づらいね。入れないんでね。はい。OK です。はい。前よりは明るいと思う。ライトが。今度は。今度はちょっとは見えるかな。じゃあとりあえず全体的に。そうだね。まずこのブランコ、ブランコ方面、ブランコを向けてこの光。あ、こっちね。あ、そうそうそう。こっちが。お。やっぱ赤い。はい。赤い。本当だね。はい。じゃあどこ取る？じゃあここから回れ右で。はい。一枚取ります。はい。よいしょ。俺の明かりだけでいける？多分ね。あ、いける。いや、それ俺取れてない。その電気大丈夫？大丈夫。はーい、取ります。赤いね。赤いね。うん。赤いですね。赤いみたいです。はい。OK です。はい。とりあえず何も。多分何もないと思います。今日は。はい。遭遇してなかった。そうだね。てか今日住んでる。うん。重い空気がないかな。そうだね。確かに。結構。澄み切った感じがある日だね。それは私もわかります。現在時刻は何時かな。現在時刻は8時45分。8時45分。はい。です。特に今日は多分何もないかもしれないです。はい。じゃあ。以上で終了します。どうもありがとうございます。はい、また見てください。お願いします。はい、お願いします。はい。